そうだよ。いいか、相手が正面から打ってきたら同じ手、いいか、逆の手じゃないよ、逆の手だと当たっちゃうぞ。相手が組む手と同じ手を前に突き出す。いいか、相手から相手の後ろへ入る、これが1、2、相手が肘を落としながら肘を掴んで、前へ投げる。いいか、打ってきたら、こうやっちゃうと出ちゃうよ、これは。だから、しっかり伸ばすと当たんないから。その20点の瞬間に当てミスを気にする。この手を下げながら、こういう状態になって、この手下げられるかとほら、崩れる。この崩れを使って、後ろ向いてもらって、手を掴んで、パタンとつけてきて、下から手を上げて、前へ出して投げる。自分から飛び込むぐらいで打ってるの待てちゃダメ。いいか。はい、パンダこれなんだ。はい、正面打ちで入り投げ。正解な。正面打ちで入り投げだよ。なんと技の名前も覚えないか。はい。今のははい、この状態で。一応体操から相手の後ろに入る右に、これを相手の後ろまで深く入ることを手を切り下げたら、切り下げてる時にもこれ親指使っとるよ。肩口つけてきて、こっから入る。上がる時も親指使っとるよ。投げる時も親指使って下げてる。上がって親指から返して投げる。はい、今度は交互作動に。はい、これもほら手開いてるよ。手開いてないと。じゃあ、外へ大きく回す。親指の方向へ大きく回して、じゃあ、こっから入る。はい、相手の手を右にする。肘つかむ。自分の前を乗せる。後ろへ回るよ。これが裏技。はい、交差取りの時は相反比だからね。こういう逆反比じゃないよ。相反比だよ。同じだよ。外を大きく回す。相手の後ろを入り見せる。肘つかんで自分の前を押してくる。逆半身だよ。はい、こういう状態から始まる。手を取られました。手を相手が取りに来たら本当は次の攻撃が来る。はい、こうやって攻撃してくるわけ。普通はな。でそれをさせないために取られたのを逆にも取っちゃう。ではい、相手の前へ出てくる。このまま取った腕をこうやってくぐってぐるっと回って、これと回ってあそこから後ろ向きにゴローン。そうはい、これなんだ。どうやって手を取る。何取ってるヤマトなんだこれ。
ずっと前にやったから、久しぶりだけど思い出せないか。パパ。片手取りです、こうなる。はい、正解。はい、今度は、今は相手の前ですか。今度は、はい、後ろ。これも入り身だよ。で、後ろ向きに背中を合わせに行って、ここでの。はい。はい、片手取りで四方投げ。おさ取りじゃない。はい、おさ。あ、いらっしゃい。きれい。よけて右、今、これもいいんだよ。上から相手の肩を取り、親指を取りにして、ここ取ったら背中合わせになる。で、相手の手をぐーっと前に引っ張ってみながら、この足を後ろに引きながらここで投げる。抜けた。さあ、次。次になる、さっきやったろ。左。だけでしょうね。おお、正解。はい、また。